わあ、お風呂入りてえな。皆さんはどうですか？銭湯とか好きですか？私はすごい好きなんですよ。たださ、やっぱり性別を変えたから、なんか自然と銭湯から足が遠のきますよね。本当はね、行きたいんだよ。でむしろ今も別に行ってもいいんですよ。だってもうポコチン取ったから。ただなんかそわそわしちゃう。もうなんか、LINE来た。でもなんか、お風呂でスマホとかいじんの楽しくない？私すごい好きなの。やばいやばいやばい。やば。あ、何話したんだっけ。なんだっけ。そう、その、銭湯の、じゃあ、まつわる話しましょうか。元男の子、銭湯、ハプニング話。確か私が性転換の手術をして1年ぐらい経った時かな。その当時可愛がってもらってた元男の子の先輩がいて、でその先輩は普通にポコチンまだついてたんですよ。そう、全つきたの。ただね、顔はめちゃめちゃ綺麗で、今私は顔にお金をかけてんだよ、下半身なんかにお金使えないわみたいな、まずは顔よっていう感じのお姉さんで、で、カノン、あんた、ポコチン取ったから、箱根の温泉旅行行かないみたいな。で、私、連れてってもらったの。全部おごってもらって。で、私、家族風呂みたいな、身内だけに入るお風呂に入るのかなと思ったらさ、普通の大浴場を選んでるわけ。え、レナさん、ポコチン ついてますよねみたいな。いいね、私はバレないかなみたいな。で、どうやって入るんですかって言ったら、おちんちんを股に挟むっていう。それで、全然普通に行けてたんですよ。逆にね、私より堂々としてるので、ポコチン私取ったのに全然堂々とできないから、なんかわかんないけど、やっぱね、今ビビってんですよ。今もむしろ私、今も女子風呂入れって言われたら、いや入れるけど、体的にはでもそわそわしちゃうよねみたいな。どんな風にサムネ撮る？サムネどうやって撮ればいいかな。最近ね、ちゃんとサムネも撮るようにしたよ。今までなんか動画のスクショを使ってサムネになんか無理やりしてたんですけど、最近はもうサムネをサムネで撮るようにしたんだ。今サムネ撮るわ。これじゃさ、ただのコミックだよね。コミックじゃないんですよ。コミックじゃないの。うわ、熱っ。温度43度にしてるんですよ。だから結構暑い。で、私すごい思うのが、元男が女湯を入るっていうことについて物議を醸し出してるじゃないですか、この今の世間がね。性転換を完全にして、戸籍のその性別欄も完全に女じゃないとダメでしょみたいな。ポコチンを取っていても戸籍欄がまだ届け出してないから、男性のままだったらそれもアウトよみたいな。え、体も女なのにお鍋入っちゃいけないなみたいなさ、難しいですよね。で、当事者の私が考える点は、人に迷惑かけなければいいのかなみたいな。なんか思わない。で、逆によ、プロレスラーみたいなさ、ヒゲ面の人がさ、仮によ、私は心女だから女子更衣室使わせてって言ったらさ、みんなどうよ。だったらその認めてほしいって主張する側もある程度は身なりもね、ちゃんとその他の人に不信感を与えないようなぐらいには努力をするべきだなと私は思ってるんですよね。で、私も体に痛い思いしてメスを入れて、まあ、なんとか今女として生きてるんですけど、認めてっていう側もそれなりのアクションを起こさなきゃいけないんじゃないかなって。口だけではなくね。ね、メスを入れて、あ、これは違うよ、これはダメですよ。これは結構いるけどさ、元男の子さんでこれやっちゃう人結構いるんですよ、意外と。暑いわ、めっちゃ暑い。だってほら見て、めっちゃ汗だくじゃない？やばくない？だって今何時？2時53分、夜中の2時53分だ。めっちゃ遅いわ。
ね、可愛いでしょ。トイレも結構大変じゃないですか。だって私もさ、いまだにトイレ入るときってちょっとね、戦闘態勢っていうか構えちゃいますよね。それはもう無理っていうか、どういうことかっていうと、身構えざるを得ないと思う。もう20年間男として生きてるんで、やっぱいくらメイクで整えようが、ポコチンを取って内面的な部分を強化しようが、もうね、時間しかないのかなって私思いましたね。いや、かのちゃん、むしろ自分のことを元男の子ですみたいな堂々と言って、逆に克服してんじゃないのってたまに言われるんですけど、それはね、また別なんですよ。難しいけど、 YouTube って自分の個性重要だと思ってて、今まで生きてきた私の時間を、その隠したくないっていうか、隠したら今までの時間を否定してるような気がして、私むしろ楽しかったんですよ。野球やったことも全てが苦ではなかったし、なんだかんだ男子時代楽しく過ごしてたし、まあ、悩むこともいっぱいありますけど、今は今で楽しいかなって思ってます、この姿で。本当ね、温泉のものとか入れたかったんですけどね、全然もうそんなのなかったそんなおしゃれなものはないっていう、我が家には。美味しいのかな。肩幅めちゃめちゃ広かったんですよ。40何センチもあって、高校の時のブレザーも、あ、青木くんは肩幅大きいから、ちょっとみんなより大きめのにしましょうねみたいな。で、当時本当に私ね、超マッチョだったの。で、ベンチプレス100キロとか普通に上げてましたからね。今こういう、まあ、ホルモンやったりとかさ、女として生きてるじゃないですか。わかんないけど筋肉落ちて、今は昔より肩幅なくなったと思ってます。だってね、同窓会とかで野球部時代の友達とかに会うんですよ。そしたら、あれ、秋なんでこんなに横幅なくなってんのみたいな、結構言われる。で、私学生時代のあだ名あれだからね、あのアームストロングからね、もうベタベタもうダメだ、遠くないなくなってきたから、ちょっと潜水します。いくよ、いくよ、いくよ。カラコンに殺される。なんかこの動画の正解がわからない。とりあえず潜る。カラコンずれまくってエイリアンじゃん。こんな感じで今回の動画終わります。やばい、ほんとカラコンに殺される。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。ツイッター、あとツイッターとインスタグラム、そしてサブチャンネルは青木かのの秘密の子も画面の下にリンクありますので、ぜひチャンネル登録してね。また次の動画でお会いしましょう。また、あ、じゃあ、また次の動画でお会いしましょう。スマホが終わった。私は僕、いつになっても居場所探しで埋もれてゆく夜空の下。